場所くん、前回のあらすじ、っていう用務のナレーションがないから、今日は相場予想の動画だって、予想した人、大正解だ。そんなあなたには、ゴールドトレード研究所の研究員のポストをあげるんだぜ。さて、今日も相場予想になるが、今日もこの3本立てで動画を進めていくぞ。まず最初に前回の相場予想で私がなんて言ったのか、そしてその予想は当たっていたのか、それを振り返っていく。その後に、いつも通り今日までのゴールドの動きを解析し、最後に来週以降の相場を予想していく。楽しみなんだぜ。まずは前回の予想のおさらいだ。前回の動画はこれだ。6月18日に投稿した、ゴールドの6月下旬の相場は絶好の買い場です、という動画だな。もうタイトルでネタバレしてるけど、前回の動画ではロングをおすすめしていたんだぜ。ふっふっ、甘い鉛さ。前回の私がどのように相場を分析していたのか、見てみよう。ドキドキなんだぜ。さて、今後の予想だが、ズバリ上昇だ。ただ、正直言って今は自信を持ってエントリーする時期じゃない気がする。あれ、霊夢にしては珍しく弱気なんだぜ。ゴールドの現在のチャートを見ると、下落からのボックス相場で上昇に転じそうに見えるが、再下落に向けて力を貯めている、と見ること、もしくは、底値更新するようなら損切りだ。その後は1790付近は買ってもいいな。適当な位置で一旦ロング入って、先ほどの2箇所で難品するっていうのもありだな。総じて言えることだが、今は勝負をかける時期じゃない。正直読めないから。下手にエントリーして資金を減らすよりも、エントリーしないで、資金を守る時期なんだぜ。とまあ、こんな感じだ。ロングとは言っていたが、私にしては珍しく自信がなかった。確かに。自信を持ってエントリーする時じゃないって言っていたんだぜ。というわけで、私のロングは当たっていたのか。見ていこうじゃないか。ここからは、今日までのゴールドの分析に移る。この動画を編集しているのは7月6日なので、7日、8日の動きはまだ反映されていないことに留意してほしい。さて、これが現在のゴールドの日足だ。前回の動画で話した、この1790付近のラインは下割れしている。注目するべきなのは、ここ1週間くらいはずっと下落している点だ。感染症とか、戦争関連の材料が出尽くして、株価が上がってきたから、逆相関のゴールドは下がってきたのか。そうだな。全体的にリスクオンの状態なのかもな。ただ、見てほしいのが、日足移動平均線との乖離率だ。前回反発したこの場所では、黄色移動平均線と約1100ピピ乖離していた。しかし、今回はすでに950ピピくらいの乖離率だ。まだ前回の乖離率には達していないが、この1週間の連続的、そして急激な下落を考えると、今後の相場も読み取れるようになってくる気がするな。なるほど。ちょっとごちゃごちゃしているから、ここまでをまとめてほしいんだぜ。現状のゴールドはこんな感じだ。まずは、安値更新している点だな。これは下落の材料になる。そして、1週間の連続的、急激な下落と、前回反発時の乖離率に近いということは、上昇のポイントになり得る。ここまでがゴールドの現状をまとめたところだな。ふむふむ。前回もかなり微妙なところだったけど、今回も引き続き、今後の予想は難しそうなんだぜ。そうだな。だが、そんな中でも予想を、仮説を立てるのが相場師霊夢大先生だ。それじゃあ今後の相場予想に移っていこう。今後のゴールドは下落からの上昇だ。おお、新しい予想の仕方なんだぜ。ここ1週間で下落は止まりそうな感じがするな。もっと言うと、7月中には上昇に転じていると思う。もちろん、投資に絶対はないから何とも言えないが、スイングトレーダーはここら辺から徐々に仕込んでいってもいい気がする。なるほど。最終的には上昇するにしても、どうしてまだ下落すると思うんだぜ。それを説明するためには、30分足を見てもらおう。現在、大暴落の最中で、若干落ち着いているように見えるが、どうしても気持ちの良い反発はない。こうなると、そこでロングしたトレーダーが自利品損切りとか、思った通りに上昇しないで投げ売りする可能性もある。そうなると上値が重くなり、もう一段下もあり得るかな、なんて予想ができる。だから、私が言いたいのは、最終的には上昇すると思うけど、一気に今仕込むというよりも、ここで一個入れて、もう一段下でもう一つ入れるくらいの、そんな軽い気持ちで構えていた方がいいということだ。絶好の買い場はもう少し先に来る可能性があるから、慎重になるべきってことなんだぜ。その通りだ。
さて、相場予想も済んだことだし今日の動画はここまでにしようじゃないか。それじゃあ本日はこの辺で、サラダバー、チャンネル登録よろしくね、サラダバー。